皆さんこんにちは。衆議院議員の平井卓也です。第2次安倍改造内閣もスタートをしました。そしていよいよ来週29日から臨時国会が始まります。私は全国会における役職は全て継続した上で、今回の国会では環境委員会の筆頭理事という大役を仰せつかりました。この環境委員会では福島復興のため皆さんご存知の除染をしたらあと廃棄物また土壌が残ります。それをいかに中間貯蔵をして30年後にいかに最終処分をするか、そのための国の責務を明らかにする法律を作ります。これも大変復興のためには重要な法案だと思っています。その他に内閣委員会ではサイバーセキュリティ基本法案、そして IR 法案といわれるカジノ法案の審議も始まります。その他に、その地方をいかに再生していくか、町、人、仕事創生法案というものも審議が始まります。党の方でも、今日からその準備に入るわけですが、臨時国会はご存知の通り大変時間が短い国会です。ですからある意味で本当に時間のとの戦いということになります。年末へ向けて、税制改正等々についても本当に議論しなければならない局面です。ある意味本当に我々緊張感を持って1分たりとも無駄にしない、そんな思いで頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。